日本の市外局番は固定電話、例 ABJ 番号 IP 電話及び無線呼び出しで地理的番号として用いられている。日本の市外局番は地域ごとに総務省国示で1から4桁が規定されている。1960年から1962年の全国ダイヤル自動速時化のためのものが基本となっている。日本国内でダイヤルする際には その前に、国内通話を示すワイズである例をつける。日本国内にいる限り、国内開放番号と市外局番はワンセットとなるため、一般に市外局番は例から始まると認識している人が多いが、正しくは、初めの例は市外局番には含まれない。実際、外国から日本国内への国際電話のダイヤルには国内開放番号をつけないため、 国番号の後の市外局番は東京23区等であればいきなりである。正確ではないが一般には日本の国番号81を先頭につけて市外局番の例を外してダイヤルするなどという表現が用いられている。市外局番または市外局番と市内局番から方形区画で距離と通話料金を求めることができる。同じ市外局番内は 原則単位料金区域とされているが、下記のように例外が存在する。鹿児島県の0997地域は、以下の5つの MA で共有しており、各 MA 間相互通話は、隣接区域となるため、市外局番が必要である。また、群馬県の前橋、高崎、兵庫県の加古川、姫路、岡山県の岡山、倉敷、広島県の福山、 尾道などのように、隣接する MA でも、市外局番が必要である。ただし、福岡県の福岡 MA と、前原 MA の相互通話のみ市外局番は、不要である。神奈川県の小田原 MA は、二つの異なる、市外局番のため、相互通話には、市外局番が必要だが、市内料金で通話可能である。同じく、神奈川県の藤沢 MA も同様である。 他に、豊橋 MA、奈良 MA、西宮 MA などもこれらと同様である。奈良県の0744と0745地域は、市外局番が異なるが、市内料金で通話できる場所と、隣接扱いで、市外局番が必要となる場合がある。山戸高田 MA で、市外局番0744の地域かし原市、桜井市など、同じく市外局番が0745の地域。 大和高田市、桂木野市、御所市、柏市など、大和灰原 MA 宇田市など、各地域相互通話にはそれぞれ市外局番が必要だが、上記に地域間通話は同一 MA のため、市内料金となる。また、大和高田 MA と大和灰原 MA 間の通話は、隣接扱いとなる。宮城県波間 MA、福島県岩木富岡 MA、 新潟県 22MA のように、0 AB 0特番を固定電話の市外局番として運用されている例がある。これらの市外局番は特殊性を持っており、通常の市外局番と同一の処理ができない。あるいは、電子式交換器が普及する以前のステップバイステップ式交換器、クロスバー交換器では不都合が発生していた場合に使われている。 電話番号において、市外局番の末尾に特殊番号である例を挿入することで、特別な接続が実行される。東京 MA の一部、埼玉県所沢 MA の一部、千葉県鴨川 MA のように、4桁市内局番の C コードに例を使用している例もある。MA の幹線が、臨県に接続されている例、茨城県小賀 MA が、これに該当する。 茨城県幹線は029だが、古川は栃木県側から接続されていることになる。通常は何の問題もないが、110番をダイヤルした際、小賀 MA 管内は茨城県警の管轄下であるにもかかわらず、MA の幹線判定で栃木県警に接続されてしまうという不具合が発生する。そのため、市外局番の末尾を特殊番号の例とし、 小外山栄館内からの110番発行、茨城029に転送させている。山口県の0820、長崎県の0920なども同様である。番号区画とは、その区画内の通話においては、市内局番からのダイヤルが可能な地域を示すもの。下の表のように、地域別に市外局番が分かれているため、東京03、大阪06などのように地名を冠して、 電話番号を表現するることがある一般的には、この2地域の要例が多いが、市外局番3桁以上の地域でも、同様の表現が用いられることがある。市外局番上3桁の分布地図道上関東地方、道上近畿地方、東海地方東日本エリア、西日本エリア、宇都宮市のユニオン通りで半年に一度ほど開催される、フリーマーケットイベント。 零二八商店街2010年代に入ってからローカル性の強い商品やイベントのネーミングに市街局番を用いる例が増えている。例、ありがとうございます。